ハロー、こんにちは。BC スウェルワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロヨコとフミヤチョと。サボ担当のレックスと。コーチの朝倉です。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、アイコンズね、2022 Day 4 USG 対 ATM のね、1戦目を、解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあね、 ESG も STM もですね、負けたら終わりのルーザーズトーナメントということでですね、はい、まあ、注目の一戦かなというところで見ていきたいと思います。バンピックの方進んでおりますが、まあね、順当なバンピックかなと思っておりますと。そうですね。まあただね、このユーミーっていうピックはね、ちょっと本当にバンする価値あるのかみたいなところね、ずっと正直物議を醸しておりますけれども、結構バンしないチームもね、進むにつれて出てきたりもしてますからね、ユーミーは。やっぱり割とトップサイドでね、こう作られることが多くて、そこでカバーできるサポートっていうのは結構ね、取られてるかなと思うんで、うんうん、っていうところでですけども、まあ面白いピックというか、まあ順当なピックでかなと思っております。まあこれ表記ね、 USG が先行で、STM が後攻ね、ちょっと表記バグっておりますけれどもね。そうですね、はい、まあ、ファーストピック後期というところで、まあルシアンとかね、ジェイスがバンされてファーストピック取るところがないというところで、まあ割と強いピックの後期を取ってたと。で STM 側はね、リーチンカミールで、まあこうカミールが結構結局ナーフされても強いみたいなところがね、他の試合も見ててあるかなと。うんうんうん、ところと、まあ、あと、まあ、リーチンとのね、コンボでのトップサイド作られるのがちょっと嫌かなと。まあ、カミルが育つとちょっと厳しいかなというところで、USG はカジとシンジドですね。はい。シンジドも結構今大会、ピックされてはいますけど、結構、タンクしきれないで、カミルだったり、バルスだったり、シシに捕まって落とされちゃうみたいな場面が多いんで。そうですね。USG がどう生かすのか、そう、注目かなと。またカジクサシンプルに強いピックですと。はい。というところで、USTM がバルスを取って、まあね、フォークチャンピオンで割と、まあ、結局強いみたいなところあるから、これは。まあ、ジグスもバルスされててっていうところ、いなければ。エンゲージもできるしね。っていうところで、バンピックガリをダイアナに対して、ウーコンと何をバンするか。まあ、ダイアナバンは結構意外ですね、意外。あんまり今大会はないよね。あんまり出てもない。で、成績もそこまで良くないというところで。スレッシュバルスは結構安定だよね。まあ、他のね、ところでもやっぱスレッシュのこの、あの死の宣告1スキルから、ね、もう乗ってってランタン、まあ、怪我の連鎖みたいなのもよく見ますから、うん、僕のコンボピックを消していったと。で逆に STM はまあ結構 USG ね、こうウーコンの企業が多いというところで、そこを気立ってバンピックしていったというところですね。はい。でまあ守れるというところも、バルス、まあ、ベタ押しということで守れるというところもあって、グラガスピックで、まあ、シュタ戦も結構強いと。はい、はい、USG ラカンですね。ここで瀬戸来るかなと思ったんですけど、結構、確かに面白いピックかなと。結構強気ですよね、ラカンは。小規模戦、3対3の小規模戦だったりとか、まあウルトの明確なエンゲージっていうのが分かりやすいですから、まあ、そこに合わせて、まあ、真珠だったりのワンキャッチ。で、あ、で、そう、ここでリベンも取ったんですよね。USG リベンは珍しいよね。結構、タンク系のキャラをラークさんはやるイメージがあるからね。そうですね。まあ、っていうところで結構、このリベン対カミールのマッチアップが 大切かなと。ここ、まあね、序盤、リベンの方がカミール、マッチアップ的に有利があって、っていうところで、もうカミールにこうスプリットさせないだったり、こう集団戦で活躍させないっていうところで、リベンを結構育てたいかなという USG は。はい、なんで結構中国のチームとかで見るラカンがバロンレーンに行ってカジックスと一緒にダイブするみたいなところが理想のゲームプランかな、ね、USG は。はい、でまあちょっと消えましたけど、周り取ったっていうところで結構序盤に寄せてきたかなと、STM は。序盤でこう、まあ、バルスだったりアリのキャッチっていうのはね、非常にそこワンキャッチでもう落とせる時間帯っていうのもありますからっていうところで、ちょっと序盤は気をつけていきたいかなと USG は。というところと、まあ、ちょっとまあ集団戦、小規模戦で有利を取って、まあ、中盤につなげていきたい USG かなと思っております。はい。はい。結構負けたら、もう世界大会への挑戦が終わっちゃうっていう大事な一戦ですね。そうだね。
今ね、レイス3でね、RRQ と JDG が戦って、で、JDG が勝って、RRQ がルーザーズに落ちてくるというのがもう決まってますので、勝った方が、また RRQ、だから USG が勝てば RRQ にリベンジマッチができるというところで、ぜひね、USG がここ勝って、RRQ にリベンジしてもらいたいなと思っております。そうですね。はい。これ、カジックス、今大会、青バフスタート多いですけど、舞さんは通常通り。そうですね、こう赤スタートしたっていうところで、まあ結構まあ序盤はね、この新人とアリのマッチアップっていうのもまあアリの方がちょっと押せるのかなという部分もあって、ここはね結構逃げるようにしたいかなと。リーシンからカジはまあ逃れつつファームしてっていうのが理想ですかね。まあ、っていうのと、このまあ早い D シン早い段階からこうレニーアクションできますから、それに対してまあカウンターを取りたいかなと。もう2キャンプでミッドに来てますね。うん、そうですね、これも昔はねありましたからね、2キャンプミッドっていうところで。うんうん、でもこれはでも分かりやすいですね、相手もどっちに行ったかっていうのも分かりやすいんで、カジックスとしても普通に赤川3キャンプっていうところでは、1キャンプまず多くキャンプ取れてるが、どうだこれ。これはトップにセットアップ、アーリーも寄ってきてますね。そうですね、これは避けないとまずいですよ、ラータン。あ、でもラークさん分かってる。いや、ナイス。うーん、ナイス。いやー、これはでかい。これでかいですね。そう、まあ2キャンプでミッド行く、ジャングルが2キャンプでミッド行くっていうのは、まあこれがあって、まあ先にミッドが押せる、ミッドのキャラと一緒に押してトップにダイブするっていう動きがこうできますから、ね、2キャンプは。うん、そこをね、こううまく避けれたっていうのはめちゃめちゃ楽、選手いいっすね。でしかも1回ね、これちょっとミッドの、まあトップのウェブもちょっと損しましたけど、ミッドは逆に相手アーリー側が損してるので、まあ、そこまで損失はないかなと。っていうプラス、こうリーシに対してカジックスが多めにファームできている。もう青側、ね、下のカニも取って青側取ってるっていうところで、今からリーシに借り始めますから。悪くないんじゃないですかね、この立ち上がりは。ジャングルのけ、お金さもちょっとついてますからね、うん、いい感じですね。そうですね。そしてそこで早くゴレベになりたいですね、カジックスは。でちょっとカミール側で有利取りたいよね、やっぱ。そうですね、やっぱまあ序盤のマッチアップ有利も生かして、こうカミールがスプリットしにくい、まあカミールよりやっぱりカミールってやっぱ育った時とかってもう先に軽くもうプッてプッシュしてすぐ寄って、ね、エクステクアルティメウルトでのキャッチで有利取れるっていうのがありますから、そこをさせないようにしたいですよね。プッシュ主導権取りつつリベの方が先に寄ってくるっていう形を取りたいかなと思います。結構 USG のキャラクターもタンクというタンクがいないからキャッチにねちょっと弱かったりも、うん、そうですね、もう本当にこう主要キャラっていうのが育っといて、ね、ワンキャッチから落とすって感じですもんね。いや、このカミールがね、もうどんだけ直されてもどんだけ出んねんってぐらい出るんですよね。とてつもない数直されてますからね、プロシーン。しかも世界大会もうむちゃくちゃ活躍するっていう。うん、どうすればいいんですか、このカミールを。どうしたらちょうどよくなるのかという。はあ、僕の予想は、3スキルのクールタイムを2秒から3秒、長くすることです。カミールフックショットブリンクスキルだね。そうですね、まあ、あとこのバリアも減らしていいんじゃないかなっていう。パッシブ強いよね。パッシブのバリアもね、だからこう落とせないんですよね、DC 化したら。ラーク選手はこのリーシンのプレッシャーをうまく返しているので、パッシブ選手としても、スムーズにファーム。あ、いいですね、まあ、ミッドの主導権っていうのもね、やっぱこうリーシンとアリ連れてどっかダイブされるのはめちゃめちゃきついですから、うん、リーシンがずっとカミール周りで、うん、やっぱずっとトップ狙ってますよね。うん、やっぱりこれウルトがウルト打たれたら危ないんじゃないか。お、頑張って。おお、ギリギリ。おお、カジックスも来ているが、いいじゃん。ちょっと危なかったですね、でも。うん、これカミールに早めにリート打たれたらちょっと危なかったね、多分。そうですね。っていうのと、あとリーシンがサンスキーパッシュかなんかしたらちょっと危なかったっていう部分も。サンスキーフラッシュスローをかけて売ると、
入りすきでちょっと危なかったシーンですね。本当に決断しませんでしたね。これはトレードになるかな。まあね、相手序盤こう逆にバルスって結構このタイミングめっちゃ強くて本当に、うんうん、ここで有利握っとかないときついみたいな部分もあるんですよね。このやっぱまあここ、まあ、11レベルぐらいかなまでにやっぱちょっとは有利取っておかないともうどんどん腐っていくっていう部分はあるんで、中盤になるとフォークダメージが少ないのだと回復を相手が結構あれだよね、積むことが多くてライフスティールとかで回復されちゃうみたいなところあるよね。あと集団戦もちょっとダメージできらない部分があるんで、バロンレーンが何かそうアクションが起きててヘラルド先取った分だね。うん、そうですね。これ逆にあラカンが狙いは良かったけどちょっとスキルが噛み合わなかったね。そうですね。まあミッドでねこれ今ラカンさっきちょっと映ってましたけどウルト切ってたんで。うんっていうところで、まあこうヘラルド取ってトップ流すっていう動き結構まあよくある動きだと思うんですけど、ねそこでちょっとお金をちょっと稼いでリベン対紙のマッチアップを有利にしたかったです。いやここの対応はうまい。止めてなかったらリーシン。止められてなかったら倒されてたね。本当もありましたから今。よく止めましたラーク。いや一進一退続きますが、いいところでちょっとカミール対リベンが700円差ついちゃいましたね今のスキルで。これ序盤有利取らなきゃいけないマッチアップで取られちゃってるからどん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 きつくなってくねラークさん。カミールちょっと厳しいね。そう、逃げスキルもめちゃくちゃカミール優秀だからっていう、ちょっとこのトップサイドのタワーっていうのをどんどんシンプルに1対1で狙われそうな、うんうん、流れになっちゃいましたね。ここヘラルドでタワーをってっていう風にシンプルにできておけば、まあ、ファーストダーブのボーナスもあって結構ね切るまでつなげてたらより有利にはなったと思うんですけど、ちょっときつくなりましたね。やっぱ強いね。いや強いなガミール。もう 1v1 勝った。おっとおっとこれちょっと熱さあるね。いやあとイグゾーストでちょっと舞さんダメージ出せないね。うん、これもう信じ通しかいっていないし、そうですね、まあ、CC がやっぱラカンと今の2人と新自動しかないんで、ラカン入ったタイミングでやっぱ新自動の粘着2スキルの粘着から入りたかったっすね今のところは。新自動がウェーブプッシュタイミングだったからちょっと USG としてはねタイミング的にあまりたつきさんと合わせられてなかった感じがするね。ね、先プッシュするかもう先にねすぐ寄れてたらっていうところでしたね今のは。うん、まあ、ちょっともったいないシーンが続きますね USG が。そうだね、まだお金差はそこまで離されてないから、はい、まだね、まあ、やっぱね、まあ、序盤結構相手が強いっていう部分もありますから、うん、あまり勢いづかせたくはないですね。まだこれ100回見たやつですかね。100回見たやつですね。でもまあちゃんとここマイさんもこのブッシュジャングルからじゃなくてこうレーンサイドから、うん、左側めっちゃ寄ってましたしね今。うん、偉いね。このカバーはうまいですね。寄ってなかったらって考えると恐ろしいですね。うん、シンプルなダイブから。うん、まあ、今のねされてたら本当カミールがはもうリベンはもうほぼ絶対止めれないみたいになってたんで今のカバーは本当にナイスだと思います。うん、でここもミッドに信じてたのかな。ちょっとおられたのはもうちょっとフリーで渡しちゃった形だね。そうですね、ファーストタワー、ファーストタワーボーナスもあって結構周りにお金が入っちゃいましたね。人数割いてしまったところに反対サイド周りにお金が入るとやっぱりタンクというタンクがいないから周りでもダメージが足りちゃうっていうところで、うん、そうですね、オブジェクトのセットアップっていうの結構早めにやらないと先に取られちゃうとチャームからまあ、カミレだったりリーシンっていうところでワンコンされそうな、まあ、それに続くバレスのウルトもありますからね。STM の交差結構バランスがいいよね。あーシーンドシーあーシーンドシーパッケージ検定はいい。竜の怒りが間に合ってフックショット。いやーこのカミール怖ー変更一滴が。いやカミールの入り方完璧すぎるかも。後よりカミールで育ってますからね。これは痛いね USG。これは痛いですね。
カミル4キル。強みはしっかり活かしていきましたね。いやこれ止まんないね。初期に対して、まあ、入りきれなかった。そうですね、リベンはきつくなったしっていうところだ。あとアリとねバルスもまだ強い時間帯なんで、ちょっともうどうしようもなかったですね。やっぱこう先に叱らけられるときついっすよね。この CC 持ってるスピードがこう繋がらないから、ここで確かにこの1枚落とすっていう作業がなかなかできてないっていうのと、この入りアグロ引きすぎ。いやーで、その後のヘックステッカーで決めたのも、カーズもうまいけど、イグナイトがね惜しいね。ここもここ取れとけば、くー、そうだね、惜しい、めちゃくちゃ惜しいな、くさやっぱりタンク少ない構成で唯一ちょっと硬いのが新自動で、新自動体力がなくなっちゃうと他のキャラが立ち回りにくくなっちゃうね。そうです、この形、今の形、これをブリンクないキャラにやりたいですよね。これをこうラカンが入ったタイミングとかで新自動フルトベルトとかでバルスキャッチとかで集団戦が始めれたら、めちゃめちゃ楽に集団戦が起こせそうな感じに見えますね。っていうところでもっとこう羅漢のウルトとかを生かしてこうパッと仕掛けれるような展開を作りたかったんですけど、この時間帯になるとね、ちょっとみんなももうグループする時間にもなってくるから、そうね、浮いてるタイミングとかキャッチできるのがね、ちょっとその序盤勝ちたいって言ってた時間帯で今のができてたら理想だったよねっていう、もうここまで来ちゃうとあれだよね、オブジェクト待ってラカンウルトってよりは先にセットアップして相手がミスしたところをラカンのウルトだったり新自動のニスキで拾うみたいなところで、ね、ちょっと1枚落としてから集団戦を起こしたいですね。っていうのと、あとまあカミルを、あ、はいはい、どうぞ。あ、でも STM もちゃんとグループしてるね。そうですね、避けられている。そうね、ここまでね、結構周りも割と育ってるから圧力はかかりますからね、これだけで。ワンコンされかねない。ユスジも罠を張ってるがっていう形だよね。そうですよね、ここやっぱミッドの主導機、まあタワーおられたとこもあって、一個低いですからね、こうその待ちができるのが。左サイドからカーズが来ていますが、ここはいきません。ちょっとウィズデスの動き集団戦でバロンですか。注意しなですよ、これバロンですね。一瞬で溶かされる可能性がありますね。そう、純粋にそのヘクステックアルティミタムという囲い込むスキルが、ね、ミッドのファーストターンも折られちゃってるからね、サイドの視界が取りづらいね、 USG が、リバーのも主導権はほぼ取れないですね、これで USG。 左からちょっとスリーズ逆に入られてるね、さっきの位置に。もういいっすね、今もうちゃんとスリーズ右側に寄ってるな。俺に夢中、プロトベルト、おっと入っていった。あーちょっと届いてないかもしれない。でもニスキが今撮ってきたかな。うん、いいシーンの。もう1枚返してるけどっていうとこ、今決まってたら、決まってたらワンデッドの。いや、やっぱもうちょっと痛いっすね。やっぱり痛いのと、ちゃんと敵も固まってるから、はい、なかなかね、対応されてしまって、とナイトエッジ積んでたから何にも CC 食らってなかったよ、バレス。そうっすね、でニスキもリーシンの蹴りで消されちゃってたかなっていうところっすね。7ケーサーというところで、あーうまいね、本当だ、ニスキ消されてるね、ラカン。でしかも後衛続くところを上ゴリプラス新人のこうばらまきたいのにセクラティネーターもずっと止められてるから、油断性の強い新人動がこうダメージをなかなか出せてないですね、フロントありつつっていうのが。そうだね、かといって争おうと思って結構前出ちゃうと先にフォーカスされて落とされちゃうもんね、新自動は。CC 多いですからね、STM。ちょっと USG としてはこれチャームにかけられたが、いやもう周りもすごい強気に立ち回れるね。そうですね、このワンキャッチ後期がパッケージは持ってるけどって方だね。
たか、もう一度仕掛けるのか、USG これは切り入っている、カーミール硬いね、パッケージの上ずっといるのに、解けない、ずっといるのにそのまま集団戦、おあ、でも、ナイス、いや、でもいい仕掛け方、これで引けて、うん、いいね、これ負けてるのにかなりいい返しを USG したんじゃないかな。いや、このあのパッケージガン乗りのカミールをね、シャットダウンちょっと取りたかった部分でも、やっぱまあコーキーが結構いるんで、まあそのパッケージタイミングがめちゃくちゃ強いかなと。おっとポーズですね。おお、はい、ということいきましょう。途中からです。おーやろう、こんにちはということでですね、まあちょっとポーズから開けましたと。はいはい、戻ってまいりました。はい、というところで、まあお金さん負けてるとはいえ、やっぱりこう後期がいるっていうのが、まあ USG としては逆転のまあチャンスっていうか糸口がつかみやすいかなと。うんうんうん。ところでやっぱそう、やっぱオブジェクトだったりとかでこう後期パッケージ化しつつ、ラカのエンゲージから敵分断して、まあ、新人のキャッチとかでね一枚を落とすような形を取りたいかなと。いうところなんですけど、この後期パッケージなしでエルダー枠のはちょっとしんどいので頑張りましょう。頑張るしかないね、ここは。沸かせましょう、もう一回。もう一回耐えるしかないね。耐えるしかない。いや、でもそのワンケンズ仕掛けはいい。めちゃくちゃいい。仕掛けはいいけど、硬いね。グラガスの HP7 割ぐらいと、ウルトがいっぱい落ちたと。で、大将落ちたの相手1個だけなの、2個か。アリとバルスと、そうっすね、ちょっとラカンドルとは待ちたいかなと。そうだね。グラガスワオモグで回復してるね。いや、これ強いんですよね、やっぱりこの2個アメワオモグ。ちょっと時間を潰したい USG。だけ視界が、あいつ、置けてるね。置けてはいるのか。ずっと罠を張ってるね。そう、ただ罠張ってても強いんですよね。やっぱこう CC が多いっていうところがあるんで。でも、まあ、レインの状況もそこまで、多分どっちもスロープッシュになってるかな。バロンはなってそうだけど、そうですね、ちょっとここ時間潰すような形で行きたいっすね。これ相手みんな黄色トリンケットだね。こうなると時間稼ぎやすいかもしれないね。これ勝ち始めたら普通チームゲームってみんなコントロールワードだったり赤トリンケットを持ってると思うんだけど、量が少ないから USG はうまく工夫すれば。まだスカトルの世界が。おっと、でもこれ後期パッケージ湧いてます。お、湧いてます。チャームは終わった。ちょっと視界が欲しいね。あーもう来て、いやー、シンジドがカミールルトで分断はできてるけど、カミールがあまりにも強いかもしれん。カミール硬い。カミールが強い。一番前にいたのに HP 半分だね。そうですね、今まあね、こう信じと今入りたかったと思うんですけど、このヘクステックアルティメイターも食らってて動くこともできず、ずっとタンクしてたはずのこのカミールがなぜずっと、うん、わお、まあ、GM を落としてなかったからね、カミール今の集団戦で。スポーツとなりました。まずはゲーム1です。最後の入り悪くはなかったけど、やっぱお金差がね、そうですね、厳しかったね。はい、それではね、総評の方に移らせていただきたいと思いますというところで、はい、まあやっぱりちょっと、まあリベン対カミールのマッチアップで、まあリベンが結構有利を取れているっていうマッチアップだったんですけれども、うんうん、まあちょっとそこを生かせずに、まあちょっとカミールが育ちすぎてしまった。うんうんうん、っていうところで、まあ、タンクできるようになってしまったんで、そこで、まあ、シンジドがキャッチされるなどを通してですね、まあ、シンジドが、まあ、集団戦でうまく活躍できなかったっていうのもありますかね、という部分と、はい、まあ、やっぱり、まあ、羅漢だったりっていう、羅漢を取ってたので、まあ、そこを生かして、まあ、羅漢のウルトから、こう、小規模戦を生かして、うんうん、まあ、シンジドだったり、こう、カジックスだったりにね、こう、キルを入れたかったかなと。はい、リプリがちょっとあまりできなかったっていうのが、まあちょっと USG 欲しかったポイントかなと。うん、そうだね。うん、思います。で、一番こうターニングポイントになったっていう部分はですね、
あのトップのヘラルドを取ってカジックスがトップに放流した場面ですね。うんうん。いうところでこれ流れたりしますかね、はい、っていうので。そうですね、まあここでこうキャッチでまずこうラカンのウルトが落ちてしまった。うん。でこう上側にこうラカンが寄っていったんですけれども、でここでヘラルド放流で。まあ相手のサポートもやってるね。まあ、うん。まあ、でも3対2っていうところで、まあ、カミールのキル取りつつタワーを折ることができたかなと、うまくやれば、うん、いうところで、まあ、ここ相手の対応をおごりからのおごりで剥がされて、うん、X テックアルティメーターまで1人取られるというところで、本来こうここでめちゃくちゃトップサイドだったりジャングルにお金を入れたかったっていう場面で、まあ、カミールが育ってしまった、うん、そうでこうリベン対こうカミールのマッチアップっていうのが結構厳しくなってしまったかなという部分があるので、ここがタワーも折れなかったしね。うん。そう、やっぱファーストゴールドっていうのは取り、ファーストタワーゴールドっていうのは取りたかったかなと。うんうんうん。いう部分でここが一番ターニングポイントになったのかなと思います。はい。ありがとうございます。はい、てな感じですね。戦略ですね。まあちょっと惜しくも USG が、まあ、負けてしまったという形にはなりましたけれどもね、まだ2戦目3戦目残っておりますので、はい、こちらの方もですね解説して。まあ、動画として上げさせていただきますのでチェックよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いいたします。あとウォッチパーティーの方をですね、まあ、BC スウェルの、公式 YouTube チャンネルの方で実施しておりますので、世界大会ある際はですねそのウォッチパーティーやってるかっていうのを確認してもらって、よければ見に来ていただければいいなと思います。はい、遊びに来てください。はい、ぜひ見に来てください。はい、もうねめちゃめちゃ僕とレックス君がねもう騒ぎ立ててね応援しておりますので、はい、みんなで一緒にぜひ応援してみましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた2戦目でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。